ちょっと待って、今の試合さ、俺結構頑張ったと思ってリザルト見たら味方やばいねんけどな。はいどうもこんにちは、アリオラです。今回なんですけど、密かにね、超絶強化されていた武器、ノバブラスターの方ね、使っていこうと思います。最新のアップデートで、ノバブラスター自体の強化はなかったんだけど、ノバブラスターとミラーでマッチングするスクリュースロッシャー、こいつが超絶弱体化されたと。まあだから、爆破やりしてたスクリュースロッシャーが環境から消えることによって、ノバブラスターがかなり戦いやすくなると。で、さらに、もし万が一的になったとしても、弱体化されてるから、前ほどきつくないと。で、さらに、直アンダーの上位互換武器、ジムワイパー、こいつも大幅に弱体化されたことによって、まあ、ノバブラスターの直アンダーの価値が、まあ、若干上がると。これもさすがにノバブラスター使いとして、ノバブラスター使わざるを得ないなということで、今回ノバブラスターでやっていこうと思います。まあ、リオラチャンネルといえばね、ノバブラスターみたいなとこあると思うんで、さすがにこれ無双していこうかなと思います。それでは本編どうぞ。OK、これケルビン倒して、で、今回の編成は、そんなに悪くないんだけど、ホットブラスターが対面不利やから、それだけ気をつけたいかな。ロングは、射程負けてるけど、懐に入っちゃえばノバの方が有利やから。OK、ここは無理しないよ。無理せず、押して戦っていく。それはね、助けれないから、一回カバーで見捨てて、矢倉だけこれ止めて、味方に飛んできてもらって、無理はしない、また。無理するのが一番良くないからね。OK、一人倒して、リアグラ。オッケーオッケー。進むね。任せるよ、ヤグラ。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。前線キープしよう。デスしないのが大事。デスする役は味方にさせる。で、俺はカバー。これが一番勝率高くなるから。オッケーオッケーオッケー。爆風生かして。オッケー、ナイス。いいよ。スクスローいないからね。いけるよ。いいよ。もうスクスローいないならこっちのもんですから。いや、くっそ。いや、まあでも、あー、まあ、あ、いけるいける、カウントポナイス。オッケーオッケーオッケー、まあ相当済んだ、相当済んだ。相当カウント済んだので、まあラストというか残り3分、しっかりと攻め続けたいね。あー、ホットか、ごめん、くっそ。ホットはね、こう、射程の管理が難しいというか、懐に入りにくいから、対面結構きついんだけど、ロングはね、やっぱ硬直あるからそこをついていけるから。あんまりホットと振り対面せずに、そこ以外でキル狙っていくって感じかな。さあ、潜伏からボムで圧かけて。オッケー。隙見せたロングはしっかり倒していく。ロングはまず比較的倒しやすいから。追いかけてくる？オッケー。あれ無視して、エイトカット無視して、直アンダーでキル狙う。オッケー。ナイス？あとシャーカーだけ。オッケーオッケー。いや、相当いい仕事できた、これ。ナイス。いや、うまそうの直撃。マジか、くっそ、降りてくんのか。これ味方飛ぶのやばいな、そこ。大丈夫かな。まあ、カウント買ってはいるけど、防衛これ左高から行こう。正面からの打開はね、ノバきついから、このステージ、射程的に。左からヘイト買いつつ、爆風でキル狙っていくって感じで。ボムでひたすら時間稼いで、ナイス。マジボム大事だから。オッケーオッケー。1キル取って、冷静に冷静に焦るな焦るな。絶対に焦るな。焦らなければ絶対止まるから。オッケーオッケー。あとシャフマーカーだけ。これは止まる絶対。あいつしかおらんから、絶対あそこに飛んでくるから、それを絶対処理する。落ち着いて。お前、それはうますぎる。頑張れ。いやでもヤグラー戻ってるから、ナイスナイスナイス。オッケーオッケーオッケー。いやー、それ死にまくるのやばいな。左高台もう一回取り返しに行こう。相手、高田は取れてるけど、矢倉は進んでないから。ここ一回取り返す。おらん？もう降りた？降りたっぽいな。オッケー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 。ここ取れてるなら大丈夫。で、ボムで圧かけて、入ってきそうなところしっかりと、爆風で倒していく。ナイス！オッケー完璧。あとは左下。あれだけや。カーバー足ナイス倒していく。オッケー完璧。いや、冷静冷静。いいよいいよいいよ。で、左のルートボムで潰しといて、オッケー、来たら気づけるようにしといて。いや、完璧な立ち回り、今。サブ性能つければよかったな。キル狙っていきたいな。やばい、直撃外した。あぶねえ、外しすぎ、今。頑張った。ナイスナイス。ちょ、初イカやからって言い訳しとくわ。うん。言い訳しとくわ。ロング来てるね。まあ、鍵弾丸も来てるし、無理しなくていいかな。残り時間少ないし、多分相手焦って突っ込んでくるから、そこを矢倉周りで潜伏して、刈り取っていく。
あーごめん、相打ちか、直連勝ったけど、まあロングだけやし勝てるっしょこれは。あー、ナイス、オッケー、これ勝ちかな、さすがに。ナイス、オッケー。いや途中焦ったけど冷静に対処できてよかったね。ナイス。ちょっと待って、今の試合さ、俺結構頑張ったと思ってリザルト見たら味方やばいねんけど、何これ。いやこれ相手シャープマーカー以外ゾンビ軍団やったけど、でも30、23、18はやばいでしょ。14キル5ですで一番キル数少ないとか、そんなことある。はい、というわけで2試合目やっていくんですけど、なんかちょっと1試合目の味方は強すぎたよね。なんか普通にノバブラスター強くなったよっていう、相対的に強くなったよっていう動画撮りたかったのが、なんか多分こう味方強すぎるみたいな動画になると思うわ。うん。あ、これ相手今回スクソロいるね。まあ、でもスクソロいるけどね、マジで弱体化されてるから結構きついと思うよ、スクソロ側が。対面マジ弱くなったからね。連射速度をこっから見ても分かるぐらい遅なってるもん。まあただ慢心はせずに、射程は巻けてるからね。別にロングブラスターと同じぐらいのあれになったわけやから、しっかり近づいてから狙っていく。正面から突っ込まない、大事。基本は忠実にね、守っていく。あー、もう最悪それタイミング。ナイスナイスナイス。ノバブラスターね、自分から攻めるのはできないから、基本的に武器の性能的に、基本的に敵に近づいて敵が来るのもあってって感じかな。こんな感じに敵が来てくれるのを待つ、これが大事な武器です。 OK、 避けて OK、 ナイス。ビーコンは壊しといて、手をいいか任せちゃうね。これビーコン飛んでくるでしょこれ。 OK、 おお、なんか2人来た、あっぶねー。ナイスナイス、 OK、 これ敵高取れたからカウントかなり進むはず。できればね、右高も取りに行きたいから、こっから狙っていきたいけど、甘えてるね、それは。OK、これ初感打使って、右高、張り付きに行こう。ナイス。おらん？おらんか。やばい、バレルに正面から突っ込んでもうたー！やらかした。せっかく右高取れたのに。まあまあまあ、でも味方が維持してくれてるから、飛ぼう。すぐ飛ぼう。まあ、櫓に飛ぼうかな、安全に。櫓に飛んで。OK、このスクソロ相打ちでかい。ただ、あー、3落ち入ったか。あーどうも、まあ、ビーコンあるから、これビーコン使ってすぐ復帰して、キル狙っていこう。あ、これバレてないぞ、このビーコン。飛ぶわ。飛んじゃって。あ、今バレた。オッケー、手よか抱えさした。いや、十分十分。ヘイト変えたし、手よか抱えたから、いいビーコンだったね。ナイス。ナイス？ね、味方が追加のキル取ってくれてるから、また飛んで、キル狙っていこう。薄くそれ絶対やれるぞ。あー、帰んの早いな。ナイス判断。ボムで圧かけて、ボムで圧かけて、いいボム投げるね、リオラチャンネル、君は。あー、君そこやったのね、ごめん、ミスターその先。まあいいや、ショックアンダーで右高しばいて、もう一個しばいて、ナイス、3落ち入った。これノックアウトいけそうやね。いっちゃおう、いっちゃおう、いっちゃおう。やばい、あ、ナイス、はい、ナイス。いや、いいね。はい、というわけで3試合目やっていきます。金メダルいいね。金メダルずっと来てくれるから、ノバブラスター金メダル強いからね。マサバはもうあそこは3ではクソ捨てって言われてるから。金メ来てくれると助かるわ。相手が、ジェッパー、マルミサで、トリトルの、トリトルか。結構スペシャル強いね、相手。結構塗りも強いから、これはね、油断してると速攻で負けちゃうタイプの試合だね。1個倒したけど、ジェッパー来てるから避けたい。ジェットパック避けて、甘えたところ倒したけど、いやー避けんのうまいな、弾いい感じに避けられちゃったね。まあただ人数有利は作れてるから、これでショックアンダーでさらに、あー無理か。まあ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 、まあ、無理はしない、無理はしない。で正面ボム投げながら右から進行していく。ほい、ボムで圧かけて、一角それマジか。ナイス、うまいな、バリアブル。さあ、ヤグラ進むかな。ナイスナイス、ナイス。さあ、これ飛んじゃうよ、ヤグラ。ヤグラ飛んで、前線行きたい、早く。で、ボムで敵のルート潰しといて、ドラ降りてきたとこ倒して、やりたかない、爆風で圧。爆風で圧。やばい、正面からなんか来てる、助けて。オッケー、ナイス。いいよ。あと右高バケツ。ナイス、いいよ。で、ショックアンダーで、角度攻撃。角度攻撃。あれどっか行ってんけど。ナイス！早すぎノックアウト。味方強。なんか、今日、味方強くね？